ほらマイカ、こっちこっち。ちょっと待って、自分こういうの着慣れてないから歩きづらくて。あんまり急ぐと着崩れしちゃうもんね。ゆっくり行こうよ。マイカも体幹トレーニングすれば、浴衣でもまっすぐ歩けるようになるよ。はいはい。みんなで浴衣を着てお出かけなんて夢みたい。うんうん、浴衣っていいよね。背筋がピンとする感じがして。着慣れないし歩きづらいけど、たまにはこういうのも悪くないかな。うん、みんな浴衣似合ってる。孫にも衣装というやつだな。孫にも衣装？どういう意味？あ、孫は何を着ても可愛いってこと？当たらずしも遠からず、なかなかやるな、マイカ。もう、シホちゃんったら。え、やっぱ悪い意味なの？ちゃんとした衣装を着れば、どんな人でもそれなりに見えるってこと。そういう意味か。ってちょっと、それどういうこと？しかし、この時間になってもまだ明るいんだな。そうだね。ねえ、春菜。私ちょっと行きたいお店があるんだけど、いいかな？行きたいお店？うん、もちろん。何のお店？この通りを少し行って、曲がったとこにあるみたいなんだけど。ああ、あの店、おもちゃとか売ってる。こういうとこにある店、お土産ばかりだと思ってたけど、子供向けのおもちゃも売ってたりするんだね。家族連れも多いからな。ああ、なるほど。ふむ、どれも強気なお値段設定。でも、こういうところでおねだりされたら、ついつい買っちゃうんじゃない？やっぱりそれが狙いか。まあ、いっか、おもちゃはまた今度な。自分、おもちゃが欲しいなんて一言も言ってないんだけど。ねえ、春菜。ちょっとこの地図見て。今いる場所、ここで合ってるよね。うん、多分合ってると思うけど。だよね。この辺で曲がるはずなんだけど。このお店がここだから。あ、わかった。あ、ほのかちゃん。こんなに暑いのになぜ走るんだ。ちょっと待ってよ、そんなに早く走れないってば。あった、うちわ屋さん。なに、この店を探してたの？うん、せっかく浴衣なんだから、うちは片手に歩きたいでしょ。うちわってこんなに可愛いのもあるんだ。ほのかちゃん、こんなお店よく知ってたね。友達に教えてもらったの。花火を見に行くって言ったら、おすすめのお店があるって。いいお友達だね。この辺に住んでる友達なんだ。やっぱり地元の人に聞くのが一番じゃない？うんうん。
うちわか。無駄遣いになんないかな。夏の間はずっと使えるし、無駄遣いじゃないんじゃない？それもそうか。どれにしようかな。たくさんあって迷っちゃうね。私はこの赤渋にしよう。祭り一文字の赤いうちわってしほちゃんらしいね。どれも結構高いな。はるなは決めたのか？どれもよくて迷っちゃうけど、これがいいかなって。悪くないんじゃないか？かわいいと思う。赤い金魚、はるなにぴったりだよ。本当？それじゃあこれにしよっと。ほのかちゃんは？私はこれとかどう？朝顔か。早起きなところがほのかにぴったりだな。え、そこ？私は可愛いと思うよ、ほのかちゃん。だよね。これで決まり。ありがとう、はるな。こっちの方が200円安いな。マイカ、まだ決めてなかったのか。いっそのこと一番安いやつくださいと言ってきたらどうだ？安ければいいってわけじゃないんだって。よし、自分はこれにする。買う以上はこのうちわで今年の夏をとにかく楽しむ。花火の柄、今日の思い出になっていいんじゃないかな。でしょ？それじゃあみんな決まったみたいだし、買ったら移動しよっか。場所も取らないといけないし。そうだな、だんだん人も増えてきたし。うーわー、すごい人の数。ねえしほちゃん、どう？花火見えそう？ほのかに持ち上げてもらえば見えるかも。さすがにずっと持ち上げ続けるのは無理かな。ならマイカでもいい。ほのかでも無理なのに自分にできるわけないじゃん。このまま人の頭だけを眺めて過ごせと？確かにちょっと人混みがすごくて見えづらいね。あ、でも高いところに上がったのはきっと見られるよ。それでも人の頭と頭の間を狙うしかないか。もう少し前に行ってみる？もっと混んでるっぽいな。ねえみんな、ちょっとここで待っててくれる？え、ほのかちゃんどうしたの？ちょっと思いついたことがあるの。この人混みだよ、はぐれたらどうするんだよ。大丈夫、すぐ戻ってくるから。いや大丈夫じゃないだろう。っておい、ほのか行っちゃった。相変わらず慌ただしいやつだな。本当に大丈夫かな。ちゃんと合流できればいいんだけど。花火まではまだ少し時間があるけど心配だね。ほのか、何を思いついたのかな。さあ、でも
思いついたことがあると言ったんだ。闇雲に空いてる場所を探すわけじゃないだろう。当てがあるってこと？それはどうかな。私にはわからん。結局わかんないんじゃん。つまり我々にできるのはほのかが戻ってくるのを待つことだけだ。動くと熱いしな。うん、そうだね。私たちが動いたらそれこそはぐれちゃうもんね。まあそれしかないか。ほのか迷子にならなきゃいいけど。すごい、ずっと遠くまで人で埋まっちゃった。もうすぐ始まる時間だね。暑い、人の熱気が。しほちゃん大丈夫？あ、私お水持ってるよ、飲む？うん、大丈夫だ、水は私も持ってる。うちは買っておいてよかったじゃん。早速大活躍だな。っていうかほのか遅いな。どこまで行ったんだ？やっぱり人が多すぎて私たちが分からなくなったのかも。ごめん、遅くなった。ほのか、ほのかちゃん、思ったより人が増えてて、ここまで戻るのに時間がかかっちゃった。一体どこに行ってたんだ？まあまあ、それよりみんな私についてきて。え？でもここから離れたらもっと見えなく。まだ今なら大丈夫。ほら行こう。まあここにいてもどうせ花火は見えないしな。移動するのはいいけど、みんなはぐれないようにね。確かに気をつけないとヤバそうだね、この人混みだと。じゃあさ、みんな手をつなごうよ。手をつなげばはぐれないで移動できるんじゃない？なんだよそれ、弟たちを連れてるんじゃないんだからさ。いい年して恥ずかしいだろ。ほのかちゃん、それすごくいいアイディアだね。マジか。ほら、しほちゃんも。子供扱いされるのは私も不本意なのだが。マイカ、ほら早く。しょうがない、わかったよ。はい。しほちゃん、はい。お手。うん、全員手をつないだね。それじゃ行くよ。すみません、通してください。通ります。やっと着いた。ここは？なんだここは、全然人がいないぞ。あ、ちょうど始まった。おお、すごい、バッチリ見えるじゃん。これなら首を痛めずに済む。ふう、すごい迫力でしょ。よかった、いい場所があって。はあ、今のすっごい。おお、綺麗。
ほのかちゃん、ありがとう。ん？何が？こんな穴場を見つけてきてくれて。でも、なんでこんないい場所を知ってたの？実はね、さっきの内輪屋さんで聞いてきたんだ。内輪屋さんで？ほら、やっぱり地元の人の情報が一番かなって。よく教えてくれたな。うん、いい人でよかった。ほのかちゃんのお友達がおすすめするお店だもん。いいお店に決まってるよ。うん、後でお礼しないと。お店の人にも友達にも。でもほのかちゃん、ありがとう。おかげでこんないい場所で花火が見れたよ。確かに、ほのかのおかげっちゃおかげか。早速うちわも活躍したしな。ううん、せっかくの花火、みんなでゆっくり見たかっただけだから。それより、ほら、連続で上がるみたいだよ。やっぱ花火はこうじゃないと。こんな間近で打ち上げ花火見たの、私初めて。はあ、よかった、みんなでこうして見られて。ね、来年もここで一緒に見ようよ。約束ね。それなら来年は弟たちも連れてきたいな。しょうがない、来年はジャーマネも呼んでやるか。うんうん、みんな一緒に見れたらいいね。楽しみ。来年はどんな夏になるかな。